ドゥルセデルチェドゥルセデルチェは個体または液体キャラメルでラテンアメリカの伝統的な糖化である。砂糖を入れた牛乳をゆっくりと加熱して作る。アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジルを中心にボリビア、ペルー、エクアドル、コロンビア、ベネズエラ、パナマ、コスタリカ、エルサルバドル、ホンジュラス、グアテマラ、メキシコ。 ドミニカ共和国などで広く食されている。最も一般的な名称は、ドゥルセデレチェないしドゥルセデレーチェであるが、国や地域によって呼び方が異なる。ドゥルセデレチェの起源については、様々な説があり、生産国の多くがドゥルセデレチェの発展に寄与していることから、どの説が本当なのかを見極めるのは難しい。近年広く言われているのは、他の文化的なものと同様、 19世紀の地中海、イベリア半島を起源とする説であるが、スペインでドゥルセデレチェの人気が出たのはわずか数十年前からである。アルゼンチンには広く知られた伝承がある。1829年のある冬の午後に、ブエノスアイレス郊外のカニュエーラスにある、ブエノスアイレス知事、フアンマヌエルデロサスの邸宅で、ロサスのいとこであり、性的でもあるフアンラバージェが、 和平協定に署名することになっていた。ラバージェが最初に到着し、疲れていたため、ロサスのベッドに横になって眠ってしまった。午後のマテチャのために牛乳と砂糖を煮て、当時、レチャーダと呼ばれたものを作っていた、ロサスの召使いが、自分の主人のベッドの上で寝ていたラバージェを見つけた。これを無礼であると考えた彼女は、見張りの兵に知らせに行った。その後すぐに、 ロサスが到着したが、ラバージェには怒らず、メシいに牛乳入りのマテ茶を持ってくるように命じた。その時、彼女は砂糖を入れた牛乳を長い間火にかけたまま、放っていたことに気づいた。レチャーダを見に行くと、ドロッとした茶色の物質になっていた。ロサスはそのキャラメル状のものの味を気に入り、協定について議論する際に、ラバージェにも食べさせた。こうして、ドゥルセデルチェは、 偶然作られたという。これは、歴史的に面白い話ではあるが、裏付ける、資料等は存在しない。3層のアルファフォル。チョコレートがけ、アイシングがけ料理誌を専門にするアルゼンチンの、ジャーナリスト、ビクトルエゴ・デクロットは、著書、ロス・ボレイス・デ・ラ・パトリアにおいて、上記のロサスの逸話とは矛盾する説を挙げている。 トゥクロットによると、ドゥルセデルチェは少なくとも18世紀の時点で、チリの歌子であった、マンハール・ブランコに由来しているという。マンハール・ブランコとは牛乳を長時間加熱した後に、シナモンとバニラを加えたものであるが、完全に褐色化するのを避けるため、味や味と目が多少異なる。これが後に、アルゼンチンに伝わり、アルファホールのフィリングとして作られ始めたという。19世紀初めに、 ラテンアメリカ独立のために活躍した、ホセデサン・マルティンが自由解放の遊説のために、チリに到着した際にマンハール・ブランコを試して、気に入ったという話とも合致する。また、フランスのコンフィチュールドレが元祖ドルセデレチェであるという説もある。ロサスの逸話と同じ、フランスのノルマンディ地方には14世紀の軍隊の料理人が、 朝食に砂糖入り牛乳を温めていて偶発的に、ドゥルセデレチェが出来上がったという話が伝わっている。同じ話が、ナポレオン軍隊のバージョンでも存在する。コンフィチュールドレは、ノルマンディ、プルターニュ半島、サボアの名物である。ウルグアイにおいては、ドゥルセデレチェの発祥地はアルゼンチンだけでなく、ウルグアイアルゼンチン両国を流れ、両文化のほぼ全体の基礎となっているラプラタ川、 流域であるという声が上がっている。この論争の火種となったのは2003年4月にアルゼンチンの文化庁がアサード、エンパナーダとドゥルセデレチェはアルゼンチンの文化的な遺産であると宣言したためである。それに対しウルグアイはこれらの食品は期限が定かでないためラプラタガー流域の伝承料理とみなすようユネスコに申請した。ユネスコは この件に対して、まだ声明を出していない。一方、アルゼンチンのロドルフォ・テラグノ元議員は、ドゥルセデルチェは、あちこちの古代文化に存在していたと述べている。テラグノは、例として、数千年の歴史があるインドのアーユルベーダにおいて、病気を防ぐために作られていた、ラバディという牛乳を煮詰めたものを挙げている。2008年現在まで、どの国も、 原産地名称保ほぼ制度をとっていない。牛乳、砂糖、バニラエッセンスで作る。必要であれば、クリームを加えることもある。通常、牛乳を用い、ヤギの乳を使うこともある。ドゥルセデレチェを挟んだクッキー、アルファホル、タブレタレシピにバリエーションがあるため、名称が変わることもある。例えば、ラプラタ川流域でドゥルセデレチェと呼ばれるものは、 牛乳と砂糖で飲み作られ、褐色化を抑えシナモンやバニラを加えた、マンハールブランコとは異なる。ラプラタ川流域の市場には、ドゥルセデレチェの異なるタイプがあることで知られている。アルゼンチンでは、ムム社が製造を始めた、バキータという商品名のドゥルセデレチェア目に人気があった。ムムが1984年に倒産してからは、他のブランドが、 同じような飴を元祖商品に似せたバウキータやバケリータなどの名称で製造している。パレータスでカヘータメキシコのカヘータは、グアナフアト州のセラーヤという町から始まったもので、牛とヤギの乳を混ぜて作る。カヘータという名は、製造時に乳を詰める木箱に由来している。メキシコには3種類のカヘータがある。またオブレアスコンカヘータ。 パレータスでカヘータなど様々な加工品が作り出されている。なお、コスタリカでは砂糖と牛乳を固形になるまで煮詰めたものをカヘータと呼ぶ。チリ、パラグアイ、ブラジル、コロンビア、ベネズエラ、ドミニカ共和国には固形で棒状に切ることができるドゥルセデレチェがある。 コロンビアの北西のコロ地方では純粋なドゥルセデレチェの他にチョコレートを混ぜてマーブル模様にしたドゥルセデレチェコンチョコラテがある。ドミニカ共和国では昔からオレンジ、グアバ、ココナッツなどの固形ジャムとドゥルセデレチェを交互に重ねて縦縞にしたブロック型の塊で売られている。ドゥルセデレチェフレーバーのアイスクリームコロンビアのアレキーペは牛乳に砂糖と重曹を加えて 砂糖がキャラメル化して牛乳が蒸発するまで煮詰めて残った薄茶色の菓子である。アレキーペパイサはコロンビアのアンティオキアケニアエフェカフェテイロというコーヒー生産地帯で作られるアレキーペの一種である。非常に甘く美味と言われる。通常、氷の入った新鮮な牛乳をグラスに1、2杯飲みながらに食べることが多い。キューバではコルターだという言われる タイプのデザートが最も一般的なドゥルセデレチェである。コルターダは切り立った、波だったという意味で、その名が示す通りでこぼこして食感はデザート風である。キューバのレストランでデザートにドゥルセデレチェを注文した場合は、コルターダが出てくる。フランスのコンフィチュールドレはジャムやスプレッドとしてトーストやフロマージュブランに塗って食べる。近年はラプラタ地方出身のアルゼンチン人。 ウルグアイ人移民によって伝統的にドゥルセデレチェを食べない地域でもアイスクリームやグラニサードのフレーバー、シリアルやチョコレートに混ぜるなどしてドゥルセデレチェ市場が拡大している。アメリカ合衆国ではクリスピークリームドーナツにドゥルセデレチェの入ったドーナツがあり、スターバックスは2007年よりドゥルセデレチェが入ったラッテとフラペチーノを販売している。ラテンアメリカからの移民は 禁断症状が出ると、大抵、コンデンスミルクを缶ごと数時間温めて、自家製、ドゥルセデレチェを作る。同性の大きな鍋に牛乳と砂糖を入れ、弱火で1時間から数時間かけて沸騰させる。沸騰し始めたら、焦がさないように木べらでかき混ぜながら、徐々に水とベーキングソーダを加えていく。木べらで混ぜると、鍋の底が見えるぐらいねっとりとしたら火を止める。 通常、原料の1、6ぐらいの量になる。器に移して、レーズンを加えても良いし、砂糖の入っていない食紅で色をつけることもできる。ドゥルセデレチェの製造過程は、キャラメル化と言われることが多いが、実際は料理の後期や褐色化によく見られる、メイラード反応という化学反応である。製造過程に、炭酸水素ナトリウムを加えるのは次の2点を理由と、する。 ドゥルセデレチェを混ぜる製造過程では、材料、用途に応じて、以下のいずれかの方法を用いる。アルゼンチンで市販されている、ビン入りドゥルセデレチェ。アルゼンチン食品規制の第8承入製品の項目において、ドゥルセデレチェは、以下の条件を満たすことが定められている。加工における許可事項。加工における禁止事項。 ペイストリーに関する規制容器に貼るラベルのドゥルセデレッチェの文字はすべて同じ大きさ、強調具合、指定で印刷されていなければならない。許可された着色料を用いてアイスクリーム用として製造されたものはアイスクリーム店用ドゥルセデレチェやアイスクリーム職人用ドゥルセデレチェという名前を用いる。製品に許可された食品添加物を使用した場合、 添加物が許可されている旨、あるいは添加物名を規定通り印刷しなければならない。製品に許可された防腐剤を使用した場合、防腐剤が許可されている旨、あるいは防腐剤の名を規定通り印刷する。その化学物質のおよその万有量もパーセントで平気しなければならない。ドゥルセデルチェのペイストリーに許可された安定剤を使用する場合も、 安定剤が許可されている旨、あるいは安定剤の名を規定通り印刷する。その化学物質のおよその万有量もパーセントで、平気しなければならない。デンプンや加工でんぷんを使用しない場合は、デンプンのスターチや粉が入っていないことを表示してよい。ありがとうございます。